こんにちは、江戸東京博物館学芸員の津田です。今日は常設展示室内5階企画展示室で開催中の展覧会、大東京の花、都市を彩るモダン文化の見どころを簡単ではありますがご紹介したいと思います。本展は明治、大正、そして関東大震災を経て昭和へと、東京が時代とともに変化していく姿や人々の生活を彩ってきた品々を当館所蔵の資料から紹介しています。プロローグ、近代東京の幕開けでは、江戸から東京となり大きく変わっていった明治の東京の姿を紹介しています。西洋の技術を取り入れて建てられた建築や、上流階級の女性たちの間で着られるようになったドレスなど、当時の人々が変わりゆく明治の東京をどのように捉えていたか、想像しながら当時の錦絵などをご覧いただければと思います。一章、広がる大衆文化では、明治の末から大正にかけて人々の生活の中で親しまれてきた品々を紹介しています。女性たちの服装は変わらず和装が中心でしたが、パラソルやバラをモチーフとした小物など洋風のアイテムが取り入れられるようになっていきました。このショーでは現代の私たちからしても心惹かれるような品々がたくさんご覧いただけるかと思います。また三越をはじめとする百貨店や東京駅の開業に続く丸の内の発展など、近代化していく当時の街並みにもご注目いただければと思います。衣装、よみがえる都市大東京では、大正12年に発生した関東大震災から復興を遂げる都市の姿に焦点を当てています。この当時に建てられた建築で今も同じ姿を残すものもある一方で、近年の再開発により大きく姿を変えていった風景もあります。一章で紹介している震災前の街並みとも比較しながらご覧いただければと思います。最後の3章、花開くモダン文化では、震災後主に1930年代の人々の装いの変化を取り上げています。諸岡浩二という写真家が撮影した銀座の様子を見ても、この頃になると洋服姿の女性たちも増え、より華やかに自由におしゃれを楽しむようになっていったのがお分かりいただけるかと思います。以上、企画展大東京の花の見どころをご紹介いたしました。本展は11月23日まで常設展観覧料でご覧いただけます。また会期中2回ドレスや版画など展示替えを行います。ぜひ東京を華やかに彩った品々を会場でご覧ください。